サームロイオート軍とは、台南部に位置する、プラチワップキーリー関県にある軍。サームロイオートとは、300の頂上を意味する。これは、軍内にある山の名前である。1995年4月1日、タムボンライカをタムボンシラーローイ、タムボンサームロイオートが、プラアンブリー軍から分離して成立。同年9月7日にタムボンサーラーライが タムボンライカオから分離して成立。翌年1月1日、ラーマ旧姓による直命により、タムボンライマイがクイブリー軍から分離して、サームローイオート文軍に加わった。2007年5月15日タイ政府は国内の文軍すべてを昇格させることを決定。8月24日の漢方の発行をもって、文軍から軍に昇格した。 プラヤーナコーン洞窟のクーハーカルハート宮殿ビーチやサームロイオート草原などの豊かな自然を抱える。南部はカオサームロイオート海洋国立公園という国立公園に指定されている。大全土で有名なプラヤーナコーン洞窟もこの中にあり、プラチュワップキーリー館圏の検証の由来となったクーハールカット宮殿はこの中にある。軍内の主な産業は農業。 パイナップルやマンゴーなどのフルーツの生産が行われているほか、それに付随してお菓子の生産も行われている。サームロイヨート群は5つの町に分けられ、さらにその階に41の村が存在する。群内には2つの自治体が置かれている。タムボンサームロイヨート、タムボンシラーロイ、タムボンライカオ、タムボンサーラーライ、タムボンライマイ。ありがとうございます。